はい、どうぞ、こちらのです、今回はですね、こちら、はい、何気に使ってなかったんですけど、これヤムチャを使おうと思うんですが、それにプラス国威の女戦士、まあ、このリア充カップルで、遊んできたいと思います。さあ、これね、まあ、何気に強くて、女戦士がアタッカーにしたときに、敵のランダム敵3人アタッカー記録をダウンするんですが、ヤムチャがいると敵チーム全然記録をダウンと。で、開幕ユニット持ってて、ヤムチャはまあおなじみのやつですね、パワー戻しとかいろいろねついてるんですが、今回は国威軍団にアイオス入れてね、ちょっとこれ暴れていきたいと思うんですけど、これはね、見栄えもいいし、まあ、なかなか強いんじゃないかなという感じで、おっと時間が危ないか、まあ、スキャンチャーこんな感じですかね。はい、未来戦士不格好だなこれ。なんか妊婦みたいな、妊婦みたいなさ、ちょっとずっしりしてんのね。はい、じゃあ人造エリートいきますか。あ、まあ必殺技ちょっとね、高コストでもよかったんですけど、まあ、何が起こるか分かんないんで、やっぱグラバレが安定かなという感じっすね。はい、2でいきましょうね、安定感一番高いんでね。いやー、でも今の環境ってさ、なんかほとんどの相手が2ラウンドアプリに設定してる気がするんですが、3ラウンドの編成をあまり見かけないというかね。まあいいや、今回さ、開幕ユニットデッキなんで、国威の戦士こっちを使ってます。これでね、ユニット発動時気力大幅回復、パワーがプラス3000で、相手がユニット使うとするの逆が起こるんですが、これまた強いですよね。だからこれ最近強いなと思ってて、アイオスユニット巻いて使うと記録大幅ダウンするんで、しかも初期値に戻った後にパワーガードマイナス3000がでかいんですよ。だからね、意外とこの BM7 段の国威の戦士が強いんですよ、ね、これ強くない？はい、でお相手がですね、融合デッキに、まあ、ベジゼの、まあ、ベジゼの全く分かんないですけど、まあ、戦闘力制限でね、でトランクスのが、まあ、UGM1 段かな。はい、とワンちゃんが入ってる。ああそうだね、じゃあまずこれいきますか。はい、これまあアイオスとどっちも使えるんですけど、で1ラウンドアイオス使うのもったいないんで、まあここは未来戦士じゃないや、女戦士の、まあ、エナジーチャージを使いますと。いやー、これいいね。はい、で気力が回復、さらにパワーガードも3000アップでかい。あー、まあ完全目でいいかな。ちょっと待ってね、あ、敵の鍵がないんだね。これ何バトルなの？あれ待って、これ何バトル？全砲玉？何これ？いや違うよね、もしかしてバトル設定ない？まあがっつりいっちゃいますかこれね。攻めない意味ないよねこれ。あー、でも記録これ減っちゃうのか。ただね、記録減ったところで、そのヤムチャがね、記録回復持ってるんですよ、これ。これヤムチャがね。はい、大好きダーリン来た。記録をダウンする。あ、さらに、ロックオンで。記録を大幅にダウンがあるのかな、これ。じゃあ、融合で。融合を潰す。あ、消耗の刺激強いね、これ。なかなか強いよ。これさ、流星対策になんないかな。なんちゃって流星対策になんないか、まあ、マジントと多分ね同じような効果だと思うんで、これどうなのかな、これ大幅ダウンってさ 99% なのか、まあそれともね半分ぐらいなのか分かんないですけど、消耗の一撃ってこれトリッキーアタックと何が違うのかな。あれと同じだったらね、マジンエリートと同じなんだけど。あー、強い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 。いやいいね、腎臓でね、気力下げたんでね、まあ、2本ダウン、まあ、スワッシュと同じ状態。かわいいな。ただオーラがちょっと、まあ、いらないんですけど、はい、守りの構え、あ、まあ、これは硬いと。で相手は戦闘力1万2000出してくれてて、体力が3万6000めちゃめちゃ高い。さあ女選手決まっていくよ。おー、いったそう。オーラない方が良かったんじゃないかな。なんかいらなくない？オーラ。はい、ゾーン。まあまあ硬い。あー、そっか、腎臓で記録回復されちゃったから、まあ気絶は無理ですけど、まあそれでも結構記録はもう相手枯渇してきてますね。さてと、次のラウンドでね、あれ組まれちゃうんすよね、あれあれ。でね、戦闘制限、
制限さすがに負けれない。これでお別れ。てかこれナメックとさ未来選手がイニット何も持ってないな。ちょっとね今回イニット多そうに見えて2個しかないんですよね実は。時間転移とねさっきのやつ。ただ1ラウンドのアドバンテージはかなり取ったんでまあ調子いいんですけど、はい、半減にしては入ってんじゃんこれ。おお1万3000いいねいいね。得意軍団強い。これはきついか。あーさすがに。さてとキーソードロックなんですがまあとりあえず腎臓アバターを止めていきたいかなと。まあ融合も捨てがたいんですけれどもまあここはアバターでしょう。はい、結局時間転移こっちが使わない限り相手はずっと10万ダウンでしょ。まあそれはもうアバターだよね。でも相手も相手でそれ同じことができるんで多分まあアバターお互いに決まっちゃうかなっていう感じですけど、これはこれはあーこれさあのなんかキーソードバトルってこれいや体感なんだけどあのパーフェクトが出しやすい。うんめちゃくちゃでもみんなパーフェクトなんだよ。逆にさパーフェクト以外がほんとない。もしかしてだけどこれさ出やすくなってんのかな。なんか本当にそんな気がするんですよね。マジでパーフェクトばっかりだ。それはでも自分も同じでなんかね出やすいんですよねやっぱパーフェクト。まあ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 信じなくていいっすよこれは。でぼやきなんでね、ぼやきなんで信じなくていいですけどなんかそんな気がします。これが当たり前なんだよな。まあ単純にねチャージが1回だけしか発生しないからってのもあるかもしれないんだけどなんか調整入れてんじゃないかなっていうのは思ってます正直言って。これまずくない。ちょっと待って腎臓ネタよねこれだって。あーオーケーオーケー。いや危なかったっすね今腎臓寝ちゃうとアウトだからね。はい、ちなみにこれ未来戦士があのワイランド終了時敵チーム8000以上の戦闘力を出すと体力2000回復があって何がでかいと。で1万以上の敵アタッカーのパワーを永続で5000に、ね、できますんで、まあ、次のラウンドとかで、ね、相手融合あ、まあ、このラウンドでもう融合のパワーが多分相手、1万超えちゃったんで、まあそれを普通にね5000にすることができると。はい、封じられた。あとはキーソードじゃない、なんだっけ、フリーズロックがあって、敵のガード永続で1で記録も超ダウンだから、まあ、融合に当たればいい感じかな、というところで、まあ、結構強いんですよこれ。はい、まあ、ヤムチャが封じられていきますと。いやーこれきついなー。ヤムチャパワー戻せない上に次のラウンドもアビリティ発動が超ダウンもきついし記録回復ができない。はい、でかいでかいでかい。いや、いいね、未来戦士。さあ、1ラウンドダメージはかなり回復した。はい、まあ、とりあえず 45% 減に、してみました。まあ、これね、ちょっとウルトラゴッドの方が良かったんですけども、まあ、相手腎臓なんで、ね、いっぱい出しちゃうとパワー吸われちゃうから、まあ、そういう理由で。はい、で、時間転移はまあ、後でいいか。はい、お、来た。なんだこれ。何それ。あ、それ？あれ待って、なんで発動してないの。あ、ユニット S これ対応してないんだ。あ、ほんとだ。うわ待って待って待って、時間転移は大丈夫じゃん。うわ、ユニット S だとこれ発動しないわ。これは抜かったね、まさかの文字の都合で入らなかったと。あー、そして未来戦士が本当に不格好で、これさなんかもう後ろ姿がさ完全になんか太った人のそのものなんだよな。まあとりあえずこのラウンドはそうですね、まあちょっと次のラウンドで戦闘力制限が来ることは明白なので、まあ未来戦士を抑えるのは、まあ、かなりありかなと思ってます。だから 45% 減ここあるじゃん。だから次のラウンド守りないんでそこでまあ未来戦士を出すというね、まあ裁きが大事なのかなと。でまあ、なんなら削り切っちゃえば問題ないんですけど、いやどうするこれ。あ、まあ先行は取れないか。1、2、3、4、5、
5、6、やば、エナジー溜まりすぎでしょ、ちょっと。で、まあウルトラボットでしょ。うーわ、これきついな、ウルトラボット。ベジットいないとこんな強いんだ。うーわー、マジでこれ、いや、ほんとこれさ、ベジットゼノいない環境でこれね流行ってた時期あったんだけど、いや、今思うと恐ろしいよね。 45% 減ですらこの硬さなのにさ、ウルトラゴッドって体力持続するじゃん。これそのラウンド限りでさ、ウルトラゴッドって永続的にね体力増えるんだけど、あれがさ対策ゼロの時代にね流行ってて、どういうことみたいな、なんで1万4000も上げられるのみたいなさ。で、英雄じゃん。さらにね HP1 万アップとか言ってさ、いや、たまに公式もバランスおかしく してくるからね。まあベジットゼノはまあいいカードだったんですけども、今のところもレートね7000円から8000円ぐらいかな。まあそのうち多分1万円台は硬いんじゃないかなと、思ってますけども。あ、ちょ待って、これ思った、あれ時の牢獄これ発動しない？うーわー、全部当たるし、それはやばい。これが修行の成果。あれ、時の牢獄これ発動しないかも。うわ、これだったらさ、あえて吸ってもらった方が正解でしたね、これ。はい、ただ、まあ、ゴッドトランクスでパワーガードが5000ダウンがあるんで、まあ、それでも時の牢獄は、そのね、前にね、発動しちゃうんでね。まあ、噛み合わないんですよ、これ。多分発動しないよね。あ、微妙。あ、下、するの？はい、アイテム発動。あれ？あれ？なぜか発動した。はい、パワー100未満になった。あ、思った、あれじゃん。キーソードロックか、あったから。もともとあれだね。アイオスのキーソードロックでお互いに発動するよね。はい、なぜか忘れていた。で、300ダメージ、まあ硬いと。これいいね。しかもまた2000回復が何気にでかいという。未来戦士これね、サポーターで発動するからね。まあ2000回復で粘り強く戦っていくと。さあ、正義の軍団 vs 悪の軍団っていう絵面になってますけども、どちらが勝つのか。さあ、融合パワー抑えてないけど、まあ、45% が硬い。あ、でも待って、5000になってるのか。ただ5000になって3倍なんで1万5000。あ、全然、まあなんか割と入ってるね。これが超人気の力だ。おお、かっこいい。1万ダメージ、マジ。いや、ちょっと強いぞこれ。で、記録回復の戦闘力制限があるんだよね。いやー、あれだるいな。戦闘力制限があるから、そこでじゃあ時間転移使ってこれ発動させる。いや、それとも時間転移発動させなければ、まあ、相手も10万ダウンのままなんだよね。あ、そっちの方がいいかな。あ、やってこないし。あ、そうしようで、こっちのパワー、そういえばこれで戻せるんだよ。なんとかなりそうだ。はい、ヤムチャで戻せるんで、こっち。まあ、それ考えると、ミニットはいらないかな、ここ。で、4ラウンドまでもし行ったら、時間転移使って先行取りに行った方がいいね。融合なんでね、相手ね。まあこれは無理か。はい、あ、いいね、1300ダメージ、まあなかなか。で、このラウンドの龍拳ダブルスルーで、まあ次か、次のラウンドで、まあ、発動させれば無駄がないというところですね。やっぱヤムチャがさ止まってるから、まああれなんだけど、これヤムチャってパワー初期値に戻すなんで、ちょっと時間転移じゃなくて時の牢獄と相性悪いっすね、これ。今思ったんだよ、これ相性悪いよ。何気にこれヤムチャ初めて使ったけどさ、アイオスピッキリはないな、これは。多分アイオスじゃないね。
でダブル使わない、はい、まあスパーキングが強制発動。さあただこれ NG プラス2がでかいですよ。はい、オーケーオーケー、いいダメージじゃないか。はい、3898で暗黒シェンロンどうする。あー やっちゃうかこれ。あ、思った、これさパワー5000ダウンやった方が絶対的に強い。だって次1000個取られちゃう。はい、じゃあ3000個でいきます。はい、バシッ、おーいいね、3000ダメージのこれが強いと。はい、さらにこれも強い何気に強いなんか地味な強さを感じるこのね、2000回復がじわじわと効いてくるという。はい、じゃあユニットスルーで、相手が、まあ、戦闘力制限使ってくれれば得意な戦士が発動する。ただし融合がいるんで、まあ、それはないかもしれませんけども、いやでもこっちが時間って、あ、ほら来た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 、あ、何それ、なんか全然違う全然違うな、それ復活、あ、復活か、もう復活、え、マジで、え、ベジータ全の復活持ってたよ、何それ、うわーすげーな戦闘力。え、復活持ち、あれ何のカードかマジでわからないんだけど、まあ、未来戦士出して、まあ、できればここでもう倒したい、まあ、時間転移のユニットメンバーだけ守りますか。でまあこんなところで、うわ復活はでもあれじゃないか、アイオスニットじゃダメなのか、うわヤムチャいらねえマジで、これヤムチャのせいでこれ復活封じられなくない、あれ、うわヤムチャこれダメだ、え、待って待って待って、うわ最悪、これパワー100未満のアタッカーがいると元に戻すから時の牢獄発動しないじゃん、最悪なんだな、うわこれはきそうだね。はい、とまあまあまあ、でも倒すにはこれアタッカーにしないと無理だもんね。いやどうする、ちょっとこれきつくない、あれ、あれ、どういうこと、なんで発動すんの、わかんないわかんない、あれ戻したよねどういうこと、あれおかしいな、あれ戻したよな、あれ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 、なんで、てかこれ大丈夫、いやフリーズロックどこで刺さるかなんだが、まあ融合止まったらマジでラッキー、あいつの火力はちょっと止めたいですね。あれキーソードロックされたのって誰だっけ、あれアバターじゃなかった、え、まあ、よくわかんないけど、まあまあまあ、まだパワーマイナスがいたってことだよね。あ、わかった、わかったぞ、サポーターがあれだ、サポーターがパワーマイナスで、アイオスって別にサポーターがいてもね、時の牢獄活動するから多分そういうことかな、まあ、そういうことにしておきましょう。さあ、どこだ、これはオーベジーズの、はい、何も喋りませんと。腎臓気絶はちょっとやばくないか、ガード下がっちゃったかな、あーいいねいいね、ドクチャージインパクト発生、おさおせ、際どい、うわまたパーフェクトでしょ、なんかもう防御の方がこれ出しやすいのかなってぐらいみんなパーフェクトなんだが、はいはいはい、もうやるそれ、あーこれはきついな、10万ダウンかかってないし、うわなんでこれ気絶いくの、さっきバーサーカーだったよね、今のバーサーカーに来てたんだよ、これひどいな今の、さすがに耐えられないか、うーわこれは運なさすぎたわ、それさ、いや判定がもう一回かかっちゃうんだよフリーズって、最初バーサーカーだったんだけど次エリートになったでしょ今、これはねちょっとあるあるなんですよヒーローズの、はい、ということでね、まあ得意の戦士は暗黒ドラゴンボール強化が安定といういい試合になりました。
もうね、あっちはド安定だね、もう、うん、こっちにも良さはあるんですけども、あとヤムチャね、ちょっとこれまあアタッカーしかパワー戻せないから、まあ、それはいいんですが、ちょっとアイオスニットとは若干相性の悪さを、感じました。まあということですね、いやー負けちゃったんですけども、まあね、楽しい試合ができて良かったと思います。はい、いいね、極意が何気にこれね、強かったからね、まあいいでしょう。でやっぱりこのダーリンデッキね、大好き女の子と、ヤムチャ、まあ、このコンボ結構面白いんで、それはいいんですが、まあ、記録大幅なんだったらさらに良かったかなという、感じの印象を受けました。はい、ということで、こちらの、ね、動画もよろしければチャンネル登録や高評価などもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり、また見てね。